こんにちは、ノアです。本日はですね、なんと、開けていきたいと思います。これ実は、私、ちょっと、武術を、始めたっていう感じで、必要な道具なんですね。中国系の、某武術で使うための、これ、剣です。もちろんおもちゃの剣です。けれど、払い方とか、動かし方とか、使ってらっしゃったので、私も購入しました。で、皆さんはこれ、赤銅色とか、って言って、赤茶っぽい、色を、こう、使ってたんですが、私はどうしても銀が良くって、銀色のにしました。ここを抜くとこうやって、剣先がすごい伸びるんですよ、こうやって。ほら。結構伸びるんですよ、ほら。結構長いんですよ。で全部写すのは、ちょっと、後ほど、写真で、お届けします。で、こうやって蓋をして、で、いつもは、短くした状態で使っているんですが、でも私そこに入ったばっかりで、新参者がこんな真新しそうなものを持ってったらすごい生意気かなって思うんですね。で、しかもすごいんですよ、ここ。ほら。ここの模様がドラゴンと獅子のがあったんですが、私は竜が良くって、竜の銀で探したらあって、で、ここの、なんて言うんですか?タッセルっぽい部分。白と紫。ちょっとお気に入り。なんですが、この銀ギラ銀をちょっとくすませたいと思います。はい。まずですね、ちょっと黒っぽくしようかなと思います。なので、これが汚れないように外します。迷っているんですが、こっちとこっち、マニキュアとアクリル絵の具、どっちがいいかっていうのを、ちょっと、この辺で実験してみたいと思います。どっちにしろ黒使うんかいっていうツッコミ、待ってます。ちょっと表面黒く敷いて、これものすごい古いマニキュアで、今ちょっと、こういう、薄め液。で、100均にもあるので、あまり出すと匂いがきついんで、でもこっちの色の方がちょっと青っぽくて綺麗だ。これも実験済みなんですが、除光液。こっち側がアクリル絵の具。こっち側が、マニキュアです。この、なんか、真っ黒いマニキュアなんですが、実はちょっとブルーがかった青なので、結構気に入って使ってました。で、表面を軽くこうやって拭くと、ちょっと間が黒っぽく残るんですよ。わかります?ほら。間が黒っぽく残るので、これが狙いです。で、こっちもちょっと拭き取っていきます。うん。こっち採用で。ほら、見えます?こっちがアクリル絵の具の黒。こっちがマニキュアの黒。こっちの方がかっこいいですよね。なので、これを全体的に塗って、除光液で拭き取りながら、色をつけていきたいと思います。で、いつものごとくドボッとこぼします。パフちぎります。全体的に。これこんなことして大丈夫?と思うと思うんですが、私が一番心配です。っていうか、この色綺麗。このまんまでよくね?って思う。黒光りしてて。あ、綺麗これ。ほら。ちょっと引きますね。で、こっちが裏、ほら。ほら。あ、これ、で、だけでいいかも。本当は除光液で拭き取ろうと思ったんですが、
思いのほかなんかいい色合いなので、このまんま行こうかな。かっこいい。ほらほら、超かっこよくないですかね。え、めっちゃ綺麗。これこのまんまでもいいよね、きっと。ダメかな、怒られるかな。だ、誰にだよ。誰も怒んないんですけどね。あ、でも本当にかっこいいかも、このこれ、まあ、このマニキュアが優秀ってことですよね。実は黒だから見えないんですけど、黒色で蝶々が書いてあるんですよ。 BN 今もあるのかな。塗って、あ、乾きました。で、剣はそのままなので、ほら、もともとこの色なんですよ。それと比べるとだいぶちょっと黒光りしてますよね。こういう感じですね。あ、なしじゃないかも、紫だから。あ、かっこいい、超私好み。あの、本当は最初は動かし方だけだったらなんか棒でもいいよって言われたので、この間のハリーポッターの杖持ってったんですね。その動画の写真がこちら。これな、物差しでもいいって言ってたのにって感じなんですが、こうやって持った時の剣のこうとかこうとかの向き、手の向きが、杖の丸さだとわからないから、やっぱり早めに持った方がいいよっていうことをアドバイスをいただいて、このような形になりました。気づいてくれるかな？黒いね！何それ！って言ってほしい。はい、というわけで自己満足の世界、浸っておきました。中国武術演武で使う剣を、自分風に塗ってみた。この間のハリーポッターの杖と同じじゃねえかよ、これじゃあよ。って思うけど。まあ、いっか。かっこよくできたから、いいや。はい、ご視聴ありがとうございました。またねー。